適応障害で入院しました、まだ職場復帰できそうにありません、毎日だらだらして良いと言われ、不安で仕方がないです、何も手に付かず、本も目が滑り、文字を書くのも億劫ですと。だから、あの調子が悪いときはのんびりしたらいいと思いますよ、まあ、そういう時間っていうのも人生に重要ですね。なんか本を読むんでもないし、なんかこう、学ぶわけでもないし。 ぼーっととするというかですねなんか雲をただなら眺めていくみたいな時間って結構重要だと思いますね。僕もなんか何度もね、ここの YouTube ライブで話してますけど、自衛隊を辞めた時に有給消化中に、その、区民プール行くんですね。区民プール行って、ぼーっとこう、ピね、夏だったんで、プールサイドにいましたけど、あの、 なんか覚えてますねその時のことってすっごい覚えてますね。で当時奥さんが確かね出産里帰り出産の最中で1人だったし、うん、でその区民プールにはその大学生とかがいてでなんか日焼けとかを楽しんでたりとか近所のお金持ちの人がいたりとかしてなんかすごい適当なダサダサの海パンを持って行ってぼーっとこう。 なんかプールサイドにいてでボケとしてたら寝ちゃうんですね寝てるとここにすごい跡がついてで変な日焼けをして痛くなっちゃってうんでもなんかそういう時って人生にあったなと思いますね。自分の中で結構そういういいい期間っていっぱいあっててぱあ なんかね自,分自衛隊の中に行った時に学生隊学生者の中でなんか外勤って言って外出禁止になって悪いことして悪いことしてっていうか <laughs> 悪いことはしてないですけど <laughs> 悪いことしてないですけどって言っていいのかな別にそ事故か悪いことして外勤になってその寮の中にね捨て寝してた時とかなんか訓練中に訓練とかその医者になってから何をしたらいいんだろうと思いながらきちんそのね医療じゃなくて山の中で ぼーっとこう、土の上で寝転がってた時間とか、なんか思い出すというか、よく思い出しますね。うん。考えるというか。うん。なんか人生の中でそういう時間ってやっぱあるなと思いますね。その時何を考えてたかっていうのは全然覚えてないんですけど、なんかそういう時間があったなとか、ふと思います。はい。そう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 。 だからまあそういう時間もあるっていうことですね不安かもしれないしその当時は僕もだって不安だったような気がしますけどそれはまあ人生そういう時間はあるっていうことですねはい。